今回は飯綱町にある牟礼水芭蕉園を訪れてみました。駐車場から遊歩道のある入り口に向かい、園内を散策してみましょう。ちなみに園内は無料で散策ができます。今日散策するのは丘の道と花の道の両方を通る外周コースを回って、水芭蕉がたくさんある群生地まで行ってみます。遊歩道の入り口から少し歩くと、早速水芭蕉が咲いていますよ。ちょうど見頃で、綺麗に咲いていますね。鳥のさえずりや小川の流れなどの自然の音を収録していますので、散策をお楽しみください。
自然の音を聞きながらの牟礼水場荘園の散策はいかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。この動画はフォトクリエイティブがお送りいたしました。